間や大事な人と出会い、時にぶつかり支え合い、たくさんの思いを知り、誰かの中の私や私の中のあなたという目には見えない形がいつの間にか心の中に出来上がります。そしてそれが愛の形となり、大切な存在だと気づきます。お聞きください、愛の形。仕方違った、それが
ありがとうございました。さて。